小田井さんが、プロデューサーで、最後僕の志願者で終わらせてくれませんかっていうお願いをしたらしいんです。いきなり修宏社長がね、やろうっていう口調になってきたんです。社長、はい、はい、また前回に続いてですね、はい、マネーの虎最終回で前回社長からお聞きしたのは、なんだか修宏社長がこういつもと違って攻撃的な感じ でだん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 岩井社長も空気がこう表情がおかしくなってきたっていう話まで聞いたんですけど、はいはい、まあ、番組の中でその堀内社長が、まあ、立ち上がってまあまあまあっていう状態になったっていうところまでこうお聞きしたんですが、はい、その後お聞きしてもよろしいですか、はい、どうぞどうぞ、はい、お願いします。うん、そんなでね、私、まあ、大人ですから、一番年寄りですからね、まあ、多分つかみ合いの喧嘩にはならなかったんでしょうけども、まあ、なっちゃいけないなと、はい、まあ、そう思って、まあ、止めたんですね、はい、まあ、それでもやはり私が思うにね、定弘さんって非常にクールな、ね、常識のある方なんですよ、はい、今でも付き合いがありますけども、はい、やっぱあの方があれだけの言葉を荒げるっていうのはね、うん、何かやっぱりあったんでしょうね。大人ですからこういうロケの場でね、そんな言葉を荒げるっていうことはありえないことなんですよね。定弘社長と今でも仲良くされてるって、いや、この YouTube 出てもらうんですよ。え、本当ですか？そうですよ。いやー、それはちょっとすごい話ですねそれだけその交流がある。そうです。定弘社長からその真意はまだ聞かれてないんですか？今度ね、聞こうと思ってるの正直言って、ぜひお聞きできたらいいんですよね、うん、はい、だから、まあ、お互い大人ですから、はい、常識ある大人ですからね、はい、まあ、ああいう場でお互いがやっぱ口論するっていうのはもうやっぱり何かがあったんでしょうね。我慢できない何かが、うん、原因は分からないですけどね、今は。そうです、はい、それでもね、私岩井さんとも話をしたり、はい、定弘さんも実はここに出てもらうんですけども、はい、話をしたりすると、まあ、両方とも、うん、まあね、あの時にはねって、まあ、笑ってらっしゃいますね。そうだと思います。ええ、だから、はい、まあ、ぜひ会ってね、はい、お互いこう仲直りもしたいねと、はい、まあ、別に喧嘩してるわけじゃないけどねっていう、はい、素晴らしい大人に両方とも成長されてますよだと思います、はい、じゃあ番組は、うん、じゃあそうやって進行していって、うん、最終的な結論はどうなったんですか？例えば喧嘩で終わってもう最後までいかなくて終わったのか、それともマネー成立、マネー不成立になって終わった、どっちが？いや、もうそこその場でもう撮影終わりですよ。喧嘩になってもう終わりです。もうやめですよ。もう口論にはなったんですか？口論にはなりましたね。なるほど、うん、じゃあもうマネー成立とかそういう話、いや、もうそういう話じゃない。もうその場でもう撮影中止っていうか、もうその番組終わりですね。やっぱり考えるとそれだけやっぱり真剣にやってたんですよね、あの番組はね、うん、そうですね、うん、真剣に、私は真剣に皆さんやってたんだと思う、はい、うん、じゃあその番組収録は、うん、そのまあ喧嘩になっちゃって、うん、収拾がつかないから、うん、もう日テレさんがもうこれをダメだと、そうですいうことで、そうですもう途中でやめましょう。そうです、そうです。で、まあ、岩井社長の番組とかも僕ちょっと拝見させて楽しませていただいてるんですが、うん、問題は、うん、最終回ですからパーティーかなんかがその後にあったんですね、社長。ああ、ありました、ありました。そこでまた、うん、一悶着があったっていう話は知ってるんですけど、うん、そのお話もお聞きしてもいいですか？うん、なかなかね、両方ともこのさまりがつかんみたいで、はい、なんか揉めそうな雰囲気でしたね。そのパーティーでですか？うん、パーティー始まる前にね。前に。だからね、ここにどっか写真あるでしょ？あ、その後ろにあります。あ、これ、はい、この写真があってね、定弘さん私の横にいるんですよ、常に常に私の横にいるんです。もう私が両方ともそんなことをさせちゃいけないと思ったから、とにかく私が常にガードしてたんです喧嘩が起きないの。そうです、そうです、そうです。なるほど。でも仲良い、すごいパーティーでしたよ。ものすごい盛大なパーティーでした。そのパーティーでは、うん、岩井社長と定弘社長は大丈夫だったんですか？うん、まあ、全然そこはもう大人ですから、あ、全然大丈夫です。そこはもう無事にこう終わった。あ、もう楽しいパーティーで終わりました。あ、そうなんですか。すごい経費も出しましたしね。
もう私なんかプラチナのブレスとかね、出しましたよ。あ、社長が出された。そう、皆さんそれぞれいろんなこう景品持ってきてて、はい、あのスタッフの方々にね、総勢百何十名いましたけども、はい、んで抽選か阿弥陀くじみたいなことをやって、はい、プレゼンしましたよ。そうなんですね、うん、だからあの投資はするわ、最後スタッフにプレゼンをするわ、ただ出しっぱなしの番組でした。それが幻の最終回の顛末っていうのは、うん、そうです、そういうことだったんですね。そうです、まあ、社長が間に入られて、そうです、パーティーでもやばそうなので、まあ、その広社長に、まあ、僕の近くに行ったらどうっていう、そうです形で、まあ、問題が起こらないようにされたんですね。まあ、それでもね、私は、まあ、理由は別としてね、やっぱり真剣にね、その殴り合いが彼にしたにしてもね、お互いの意見が違うときには言うべきだなと私は思いますね。うん、だから、特にこのテレビとか撮っていると、言いたいことも言わない場合もいっぱいあるわけじゃないですか。はい、それをね、やっぱりバーンと言うっていうのはね、逆に言うと、いやー、勇気あったなって思う。いや、本当そう思いますよ。その番組潰してもいいから、やっぱり自分の意見をバーンと出すっていう。そうですね。うん、それは大人げないって言えば大人げない。しかし、やっぱり言うべきことはどこでやろうと言うっていう、これも大事なことだろうなっていう気がしますね。いやいや、もうね、皆さんがすごく気になっていて、うん、まあ、岩井社長もご自身の番組である程度は言われてました。うん、で、間に入られた堀之内社長のご意見として今伺いました。うん、で、できれば、貞弘社長にこの番組に出ていただいて、その件についても、堀之内社長からこう聞いていただけると、すごい興味があるなと。私なんか一言も言ってないんだけど、どこから幻の最終回っていう言葉が出たんですかね。今有名ですよ。ねえ、はい。僕もどこから出たのかは。私も全然知らないけど、みんなそう言うから、はい、どっから出たんだろうかなって思ってますけどね。いや、もう、この話を聞くと、本当に貞弘社長に出ていただけたら嬉しいなと思ってますので、貞弘社長の方に、ぜひ、堀之内社長から、出演依頼をしていただけるとありがたい、出るよって言ってくれてますから、ちょっとスケジュールを調整して、はい、ぜひ出てもらえますよ。あ、はい、じゃあそれ見ている方もですね、皆さんも楽しみにされていると思いますので、そしてこの間話をしたように、最終的にはね、岩井さんと貞弘さんと私で3人で出ようかなと思ってますけどね。はい、そうなると、はい、すごくみんな喜んでくれて、ね、ぜひ岩井社長と佐野社長にニコニコしながら、そうですよね、堀之内社長が真ん中に入っていただいて、もうなんか同窓会のような、そうですよね、作れるといいなと思います。はい、なんか貴重な話をしていただきました。ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。はい、また次回もちょっと続いていきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。